九尾を操るほどの力を持ち、そしてこの葉に通りできる忍び、それに当てはまる人物は俺の知る限りでは一人しかいない。まさかあなたが内葉マダラだというのか。さあどうだろうな、忍びの力は何をなそうとしているか、その意志の強さで変わる。わかるか、お前と俺とでは意志の強さが段違いなのだ。ここで時間を食っていけば里の被害が大きくなる。早めに奴を仕留めなくては。今だ、俺を相手にそれができるとでも思うのか。なぜこの葉を狙う。言うなら気まぐれであり、計画でもあり、戦争のためでもあり、平和のためでもある。一体何を。お前は何もかも遅すぎる。どういうことだ。分かる必要はない。どうせ何も知らぬままお前は散るのだからな。よし、来た。捕まえたぞ。くっ、よし、行くぞ。捕まえたぞ。どうした四代目、お前の力はこの程度ではないだろう。